続いてはカースポット高崎のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーイエローの勝美さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今週はどんな車をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回のカースポット高崎のおすすめ車はスポーツカーの楽しい走りとツーリングカーの快適な走りを融合させたレボーグ 1.6GTS アイサイトをご紹介させていただきます。では評価書をご覧ください。3点満点のうち外装が星2つ半、内装が満点の星3つで、総合の評価点が4点です。傷、へこみが少なく全体的に綺麗な1台です。それでは見ていきましょう。さあ香澄さん、今回のレボーグですが非常に印象的なのは鮮やかなボディカラーなんですよね。これは何というボディカラーになるんでしょうか。はい、こちらのボディカラーはピュアレッドと言います。颯爽と走らせるシーンを想像すると素敵ですね。そうですね。そしてこちらはスポーティーグレードの GTS ですので、足回りにはビルシュタイン製ダンパーやアルミ製単造フロントロアームを装着しており、タービン形状のデザインの18インチアルミホイールは見た目だけでなく空力測定も考えられております。レボーグのスポーティーグレードならではの一角上の仕様が非常に魅力ですよね。ところで香澄さん、 1.6 リッターのレボーグはレギュラーガソリン仕様のターボを搭載していると思うんですが、このあたりちょっと詳しく教えていただけますか。はい、小排気量の直噴エンジンにターボを組み合わせた 1.6 リッターインテリジェント DIT というスバルが持つ技術を注ぎ込んだダウンサイジングターボエンジンを搭載しております。その排気量からは想像できないパワーとターボのイメージを覆す低燃費を両立しております。さらにレギュラーガソリンの使える高い経済性や優れたロングツーリング性能などさまざまな魅力を高度にバランスしております。ターボ搭載のスポーツモデルのお車ですと、ランニングコストがかかってしまうというちょっとイメージがありましたが、このレボーグであればそんな心配もいらないわけですね。はい、さらにスイッチ操作一つで走行性能を使い分ける SI ドライブも標準装備しております。エンジンとトランスミッションをコンピューターで統合制御することで走行性能を自在に選択できるこちらの機能は、燃費や環境に配慮したインテリジェントモード、素直で気持ちよい加速を楽しめるスポーツモードをお選びいただけ、状況に応じた走りをお楽しみいただけます。やはり走行性能は第一に考えたい、そんな方もいらっしゃるでしょうから、そういった方にもご満足いただける一台になりそうですね。はい、では車内に乗り込んでみたいと思います。レボーグの車内に乗り込みました。まず真っ先に、印象として残るのはブルーステッチ入りのこのスポーツシートですよね。これが非常に目を引きます。そして、走行モード、先ほどお話のあったドライブモードの選択スイッチであったりクルーズコントロールのスイッチは走行中でも操作がしやすいようにステアリングホイールのスポーク部に置かれ、ドライビングのしやすさへの配慮も感じ取れる設計になってますね。はい、さらにダッシュボードの上部にはカーナビ用の画面とは別に各種の車両情報を表示する 4.3 インチのマルチファンクションディスプレイがレイアウトされております。各種の燃費情報などの他に助手席側ドアミラーに装着されたカメラの映像を表示し、ドライバーからは死角となる自分の車の左前方の様子を確認することができます。はい、ちょっと実際に操作してみたいと思います。このハザードランプの下のところにあるこのスイッチですね、こちらをちょっと一回押してみましょう。これを押しますと左側前方の、サイドカメラの映像が出てくるようになりました。いや、これはもう左側前方の、低いポールですとか子供、自転車などの障害物を確認できるという非常に安心装備になりますね。その他にもオプション装備なども非常に充実していそうな印象がありますが、そのあたりはいかがでしょうか。はい、カロッツェーゲの ST ナビにバックカメラを装備しております。現状のままでもご不便なくご満足にお乗りいただけるのではないでしょうか。また後付けすることができない安全装備のアドバンストセーフティーパッケージも搭載しております。対向車のライトを検知して自動的にヘッドライトのハイ・ローを切り替えるハイビームアシスト、ミリ波レーダーにより後方車両の接近を知らせるリアビークルディテクションとアイサイトだけではない安全性能もあり、万が一の際の乗員の皆様の安全もお守りいたします。スポーティーグレードならではの仕様、そして装備に、
スバルが誇る走行性能、安全性能を兼ね備えたまさに1台ですね。一度は乗ってみたい、そんな気持ちがますます強くなりました。では霞さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。はい、走行距離はおよそ2万1000キロ、車検整備をして納めさせていただきます。それでは注目のお値段もお願いします。はい、消費税込み207万9000円です。なお、初費用リサイクル料金は別途申し受けます。カースポット高崎のおすすめ車、27年式レヴォーグ 1.6 GTS アイサイト AWD CVT、 お値段は207万9000円となっています。車の詳細はご覧の通りです。詳しくは電話番号 027-363-1300 カースポット高崎までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いします。